英国テストパイロット学校はイングランドのウィルトシャー、英国防省のボスコムダウン基地に所在するテストパイロットとフライトテストエンジニアの養成機関である。この部隊は1943年にこの種の教育機関としては世界で最初に設立された。ETPS は英国防省と防衛関連企業のキネティック社の間で締結された長期の共同事業契約に のっとり運営されている。第二次世界大戦中に導入された数多くの新型航空機のテスト中に発生する事故率の高さを有料したサーラルフソーリー空軍元水は1943年にボスコムダウン基地でテストパイロット訓練飛行を設立した。1943年6月21日にこの部隊はボスコムダウンで航空機兵装実験機関内の テストパイロット学校として独立した組織となった。この訓練学校の実施要項は、組織や産業で研究開発される航空の分野におけるテスト任務を実施するための適切な訓練をパイロットに施す。であった。1944年7月28日に、この学校は帝国テストパイロット学校と解消され、 これにより1943年夏に始まり、正式には1944年2月29日に終了する第1期課程の訓練生のみが、元々の名称の学校での卒業生となった。S ロース中佐の指揮と技術教官の民間人 G ・マクラーレン・ハンフリーズの協力の下で行われた最初の訓練課程には、当初18名のパイロット、その多くは A 空軍。 艦隊航空隊、英海軍からの参加であったが3名の民間人が含まれていた。5名の訓練生は、訓練過程が要求する数学の水準が高すぎることに気づき最初の1週間で姿を消し、英空軍の11名と艦隊航空隊の2名の計13名が第一期の過程を終了した。第一期過程の卒業生のうち後に5名が、 テストパイロットとしての任務中に死亡した。1950年代半ばに、ファーンボロで e t p s の多発機訓練機として使用されていた、アームストロングホイットアースアポロボスコムダウンでの A&A の急速な拡張により、訓練学校は1945年10月にクランフィールド空軍基地に移転し、1947年7月12日に、 ファーンポロの王立航空研究所の霊下に入り、そこで1968年1月29日にボスコムダウンの戻ってくるまでのほぼ21年の期間に幅広い種類の航空機を飛行させてきた。1963年まで固定翼機と回転翼機パイロットには同一の訓練過程と回転翼機パイロットは、 家庭の最後で特化した訓練課程が課されていたが、1963年から回転翼機パイロット用の訓練課程が独立し、1974年にはフライトテストエンジニア用の訓練課程が独立した。この訓練学校は、より幅広い飛行テスト実施機関の要望に応じて、特定の航空機のテストと評価訓練といった、いくつかの短期課程も提供している。 2001年に英国政府からカーライルグループへ売却され、キネティックを構成する一連の研究機関に e t p s が含まれていた。e t p s は現在キネティックと英国防省との協業で運営されている。帝国テストパイロット学校は、この種の教育機関としては世界で最初に設立され、1944年にカリフォルニア州のエドワーズ空軍基地で設立された。 アメリカ空軍テストパイロット学校1945年にメリーランド州で設立されたアメリカ海軍テストパイロット学校や1946年に設立されたフランスのエップナーといった類似の訓練機関がこれに続いたインドと日本も後年になりこの種の機関を設立したこれらの学校間ではカリキュラムの交換を行っており これにより訓練生はより幅広い種類の航空機の飛行テストを行う機会を得ることができる。加えて、このような訓練生の交換で、英国、フランス、米国の訓練は交換で各国の航空機の搭乗機会を共有し、それにより訓練生は自身の訓練過程の中で幅広い種類の航空機の経験を積むことができる。10 1968年以前の指揮官の氏名は、ETPS の25周年記念冊子から、ETPS は2010年現在以下の航空機を使用している。以前 ETPS で運用されていた、イングリッシュエレクトリックライトニングが、アングロイコールアメリカンライトニングオーガニゼーションの公演で修復中である。中、1968年以前の指揮官の氏名は、 ETBS の25周年記念冊子からトロフィー受賞者の表中で家庭名称の略語は以下を使用。部隊長就任期間中に航空機事故で死亡した2代目の部隊長 JKX ケンナ大佐を記念して制定された賞。当初マッケンナトロフィーは最優秀の固定翼機訓練生に授与されていたが、現在は回転翼機訓練生にも 受賞資格を広げている。受賞者は以下のもの。このトロフィーはカリフォルニア州のエドワーズ空軍基地により家庭の中で最も顕著な進歩を見せた訓練生に授与される。ホーカーハンター機の名称を冠した。このトロフィーは1960年にホーカーエアクラフト社により創設された。もともとは家庭中で最も優秀な実地試験報告書を書いた訓練生に 授与されていたが、1966年以降は、実地試験訓練が2名から3名で構成される、チームにより行われるようになったため、この賞は、最も優秀なチームに授与される。このトロフィーは、パタクセントリバーのアメリカ海軍テストパイロット学校から、マッケンナトロフィーの時点の訓練生に授与される。もともと、ウエストランドエアクラフト社により贈呈された、ウストランドトロフィーでは、 回転翼機課程の全分野で最も優秀な訓練生が表彰される。家程中で最も高い水準の飛行を見捨てた固定翼機訓練生が表彰される。もともとダンロップラバー社により表彰されたダンロップトロフィーは各フライトテストエンジニア課程の最優秀訓練生に授与される。ありがとうございます。